けがあるのか。何の疑いも持たずマッサージ機に座る青年、そしてお金を入れカウントダウン開始。止めて。どうした、マッサージ機が回り出した。一体この後マッサージ機はどうなるのか。マッサージ機はなんとソリに大変身。真っ裸で発進した青年はスキーラーたちの間をうまく滑っていく。そしてジャンプ成功。次はこの青年、カウントダウン開始。マッサージ機が回り出す。しかし青年の友達は助けを知ってずただ見てるだけ。さらに友達逃げる。全裸の青年を乗せ華麗に雪上を滑っていく。いや、その時クラッシュ。午後6時、リフトも終わり、最後のお客となる青年がお茶を片手に腰を下ろす。お金を入れた。カウントダウン開始。おお、マッサージ機の異常に驚きながらもしっかりとお茶を持っている。だが、お茶をかぶりながらも大絶叫。しかしこれはかなりのスピードが出ている。ということは見事大ジャンプ成功。そのまま続くし直角行。誰もいないゲレンデに彼の作